確かにお前の言う通り、3世代の種族地配分ってめっちゃゴミだね。はい、どうも、ジェイクです。本日はですね、羽ばたく神、タスキ羽ばたく神を使っていきたいと思います。今回なんですけど、この羽ばかみに、実はですね、挑発と痛み分けを採用しました。今回これ何が強いかっていうと、羽ばたく神って先発に出てくると結構メガネを予想されやすいんですよね、現環境。で、そこに対して、人類だったり、あと、巨人オーンとか、その辺のポケモン、受け系のポケモン出してきた時に、テラスをね、メガネムーンホースを切り返して、テラスを切ってくる場合が多いんですよ。でそこに対して、まず、挑発で、テンポを取り、でさらにその相手のねテラスに関わらず削りを入れられる痛み分けが超優秀ということで、羽ばたく神めちゃめちゃ強かったので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。さあさあさあ、ちょっと時間ないんだけど、どうしよう。これレンタルだから、いやでも神海流、まあサーフゴかな。ちょっと巨人音考えてサーフゴで。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発巨人オン、オッケー、悪い対面じゃない。相手の先発羽ばたく神、まあ塩漬けから入ってくるかな。一旦ムーンフォースでいいっすね。オッケー、相手はテラスを切ってくる。まあドクテラスかな、レンタル通りだったらドクテラスですね。オッケー、ドクテラス、まあ、じゃあサーフを通せるかな。この巨人確か、でも D100 振ってんのか。じゃどうかな、大丈夫だと思うけど、塩漬けわかる。ワンチャン痛み分けで粘るのもなしではないか。どうしましょうかね。あ、OK、角1だな。テラス切ったら角1ですね。サーフ号にテラスを切っていいかっていう話が大事か、じゃあ。ワン痛み分け。ここ、ちょっと、ワンチャン塩漬け連打とかがあるから。痛み分けで嫌がらせをしましょう。塩漬けわかる。これがあったからちょっとね、一旦ね。なんならこれ連打でよくね。なんならこれ連打でいいまである。あんま削られなさそうだけど。痛み分けしとく？まだ痛み分けでいいか。まだ痛み分けで。OK。これで巨人音削りつつ、塩漬け、わかる。なんなら羽ばかみ突破させてもいいかな。まだこれでいい。耐性打たれても HP 減らないんで、相手は多分塩漬け連打するしかないと思うんだよな、この対面。ああ、自己再生、ここ再生か。ああ、まあまあまあ、全然いい全然いい。そしたらまた回復できるんで、これで粘っていきましょう。どっかでサーフ号を出したい。あ、引っ込める、ここ引っ込めるんだ。ああ、まあいいよ、全然。サーフ号かな。ああ、まあわかる。わかるけど別によくて。ここはシャドーボール打っていきましょう。まあ、ちょっとここで巨人は引きがめんどくさいんだけどね。シャドーボールで。あ、引っ込める、わかるわ。まあ、これ繰り返して倒そうって感じかな。巨人オン。まあ。そのプレイングはわかるよ。D ダウンナイス？ D ダウンしたならシャドーボールでいいか。守る、わかる。ここシャドーボールって、でここサーフ号引けないと思うんだよね。相手視点 D ダウンしてるから、相手こっちがね、タスキ神がシャドーボール打ってくると思うだろうから、ここは痛み分けでいいと思う。 OK、 次もまだ耐えるね。痛み分けで、いや引けるか、マジ引けるのか、引けんの分からんな。まあしょうがない、一応なんか格想定した上でミスるのはもう運だから。まあここサーフ号出しますか。さすがに巨人引きでしょ。相手視点巨人引き以外ない。ここは相手むやみにサーフを削る必要ないから。 OK、 わかる、それはわかる。じゃあテラスゴールドラッシュ打っていきましょう。まあ、裏人類いなかったらこれでいいはず。人類いた場合でもまあこれでいいかな。OK。 あ、まあ相手守るかな。一旦守るありそう。でもなんならサーフ号ってメガネゴルラ浮かんないから、メガネ剥がれてやすゴルラ浮かんないんでね、悪くなさそう。タク散々負けたけど、まあまあ全然まだありますね。 OK、 ここ守るは分かる。いや、羽ばかみ取っておいけているのなかなかいいですね。まあ、一旦ゴルラでね、今のサーフ号大体気合玉入れないと思ってるから、
これでいいと思うんだよな。あとわかる。おりゃー、どりゃー、強すぎー強すぎー。このサーフが多分相手のねサーフの上ど最多取ってないよな確か。あ、違う、レンタルだし技コース読んでもいいか。気合玉はないね。まあシャドウボとかで切ってくるんじゃないかな。わかる。うえー、 D ダウンはまあいいでしょう。ゴルラー、じゃ次ー。まあサーフもミラー考えるんだったらねもうちょっとあの S 振ってもいいんだけど、まあ、結局チキンレースになっちゃうからね。これはなんか神のシャドウボ耐えられるこのライン好きだからこれ使ってますね。ハイリュー、なるほど。海流か。あ、符号切りでいいかな。良さそう。おりゃー。オッケー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 。削って、で、ここは、そうだよね。処理してくる。で、どっちがいいかな。海流で激鈴打ってもいいし、ま、神の方がいいか。ここ神出して、で、まあ、削り入れて、海流の一環作れればいいかな。ここはムーンフォースでいい。やっぱ、神速通んないの偉いよな。ああ、まあ、引っ込めるのはわかるわ。引っ込めるのはわかるが、まあ、巨人音さえ削っちゃえば、こっちは勝ちなんだよ。ムーンフォの C ダウン。いらんけど、めっちゃ引くよな、本当に。ここは痛み分け入れていきましょう。痛み分けで。あ、守ってくるかな。あ、オッケー、守んない。まあまあ、塩漬け入れてからでいいか。はい、でした。めっちゃ入るー。塩漬けー。塩漬け状態になるが、ここでね、挑発が生きるので。まあ、海流の激鱗圏内に押し込めればオッケー。ここは挑発で。さすがに再生だと思うよ。どうすか？オッケー。ここで挑発が生きるの熱すぎる。で、ここは、あ、どっちがいいかな。ムーンフォーか痛み分けなんだけど、いや、ムーンフォーでいいな。オッケー、それ引っ込めるよね。オッケー、わかるわかる。これ引っ込めるから、で、海流処理するか、で、巨人を削った状態を作れればいいから、これでいいですね。ムーンフォース。あ、いい、強すぎー。いや、これマジで神偉すぎ、本当に。マジで偉すぎる。で、まあ、海流に自信で締めて勝ちですね。素晴らしい。しっかり海流の一環作れた。でもこれ、タスキ神めっちゃ強いな、やっぱり。この技構成結構ね、考えて自信あるんですよ。リンルー相手にも仕事できるんで。さあ、海流出して。まあ、自信が最大打点なんで自信でいいでしょう。守る。それはよくって。さすがに倒せるでしょう。倒せなくてもね、相手結構処理時間かかるんで、はっ、はい、強すぎー。これはハチマキ海流の火力も偉いですね。最後しっかり詰めてくれた。はい、対戦ありがとうございました。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが神、キバ、チオンジェン、アーマーがオノノクス、ウィンディと神サーフ号包みとか。いやー、なんかアーマーがチオンジェン、ウィンディいるとなんか海流連れていけないよな。これミミッキも連れていけない。ミユキ、オノノクスもきついからね。まあ、こうかな。これで行きましょうか。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、チオンジェ。まあ、悪くないっすね。ここは、まあ、引きか、テラスキって宿り着なんで、挑発。オッケー、テラスキンの、わかるー。わかるー。でも仮にね、ここは宿り木以外撃たれても別に羽ばたく神に大して打線ないんで、炎テラス、オッケーオッケー、包みのドロポンがこれで通りますね。はっ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 は。宿り木じゃね？さすがに。悪波、あ、そうですか。まあ別にそれは良くて、じゃあ痛み分けしちゃいましょう。なんか効きすぎ？そんなことない。悪波。なんか効きすぎじゃね？メガネ？ワンメガネ？痛み分けれんならいいかな。まだいいか。オッケー、順当に削れていく。白波。あ、ちょい、
痛いね。若干コーラン引いたかも。まあいいでしょう。サーフを基本的に上は取れると思うので、あーでもどうだろうな、ワンチャンたまに CS いるからね。安全に包みいきますか。十分仕事してくれた。このやっぱテラス切らせて削りを入れるってのがこのね羽ばたく神の強みなんで、相手にねテラスを強要させて、かつね挑発で展開を阻止して痛み分けで確実な削りも入れられる。これが偉い。 OK、 ドロポン当てんの偉い。しっかりチオンジェンは処理。確かに炎テラスチオンジェンはね、サーフ号とかね、フェアリーラテンへ の切り返しになるんで、炎テラスチオンが強いのはわかる。相手は、キバかこれ。キバー。はい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 。うわー。テラス切るか。パスキっぽいよね。テラス切って、ドロポンにしようかな。これはインファイトを耐えるためっていうのと、ただ、相手がタスキじゃない場合、ドロポンじゃないと落とせない可能性があるので、テラス切ってドロポンですね。本当はね、タスキだったらフリーズドライ安定なんだけど、タスキと直キ両方ケアするためのドロポン。オッケー、当てるナイス。プラのサーフ号がね、牙に上取られるから、基本上取られてるし、タスキはわかる。これ全キアですね。さすがに耐えると思うが、インファイト。オッケー、バッチし。しっかり戦略通り。で、ここは、まあ、フリーズドライでいいかな。オッケー。まあ、牙処理してくれたら基本大丈夫だと思ってるけどね、裏。ウィンディがフレドラーとか持ってない限り。まあ、ウィンディはでもそもそもドロポン当てればいいし。アーマーガー、オッケー、勝ってるな。よし。アーマーガーはサーフ王に絶対勝てないんで、勝ちですね。まあ、フリドラでいいかな。削れば勝ちなんで。コンボ。よし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 、いい戦術できたね今回は。演出もできたし、その、ね、戦略に合わせてしっかりテラスとか展開も組めたのが良かった。まあ10万でいいかな。最大打点の10万ボルトで、おりゃー、はい、強すぎー。はい、対戦ありがとうございました。あ、これはでも神がしっかり仕事してくれた。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このタスキ羽ばたく神の強さ見せることができたんじゃないかなと思います。いや、マジで強かった。まあ、やっぱりね、その、相手のテラスに関わらず、しっかりね、削りを入れていける、テンポを取っていけるってとこが偉いかなと思ってて、まあ、そもそもその、なんでこの羽ばかみね、使おうかと思ったかっていうと、その、自分がディンで使ってる時に、まあ、毒テラスでよく使ってるんですよ、僕。その、相手の先発神が来たら、まあ、基本メガネかなと思って、メガネムーンフォースに対してテラスを切って自信で切り返していく。まあ、時には相手がテラス切ってくることもあるんで、そこに対してね、結構切り返しが強いなと思ってて、多分相手のディンでも同じことをしてくるって考えてて、そこに対してね、ハスキ神を投げて、挑発でステロを任せず、まあ、自信を打たれたとしても痛み分けでしっかりね、相手のディンに対して削りを入れていけるっていうね、動きがかなり強いかなと思って使ってみたんですけど、めちゃめちゃ使いやすくて、そのディン以外にも、相手のね、巨人オーンとか、チオンジェンとかね、その辺に対しても結構テンポが取れてたのが良かったかなと思います。まあ、2戦目ね、多分相手メガネチオンジェンだったんですけど、メガネチオンじゃなかったらね、もっとテンポ取れてたんで、ヤドリギとかだったらね、ヤドリギ無効にして、しっかり切り返していけたんで、もっと良かったと思うんで、まあ、かなりね、この幅髪、良かったんじゃないかなと思います。なんかその、今回その、パーティー全体も、カイリュウとか、ツツミとかね、結構ステロが痛いポケモンが多かったんで、そこに対してもね、挑発でしっかりアシストしていけるってところがね、この神かなり良かったんじゃないかなと思います。ね、ぜひ使ってみていただけたらなということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。ちょっと今流行りのね、ハチマキカイル。まあ、ちょ、これまた動画で紹介したいと思うんですけど、そこをアシストとしてね、今回、ハバカミを、先発として結構使いやすいハバタクカミを軸にしたパーティーになっているので、ぜひ使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。ね、いつもコメント励みになっておりますので、ぜひぜひね、今日もね、コメントしていただけたらなと思います。まだねメンバーシップも始めたんで、ね、よかったらね加入していただけたらなと思います。まあ、なんか終盤のランクマ裏でね生放送やったり、あとはねその終盤裏でやってる試合を動画としてね上げれたらなと思うので、まあ、ぜひねまあ、よかったらでいいので加入していただけたらなと思います。あとねその可愛い可愛い僕のアイコンと同じ水ゴロのねバッジも手に入るということで、ぜひね加入してみていただけたらなと思います。またね、概要欄にね、Twitter のリンクもございますので、そちらからフォローもしていただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。